じゃあお前の名前はうさまるだ。最後の方はかっこいい系になんだろうけど。なんだ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 、めっちゃ吹きすさんでるけど。早くない？じゃあお前の名前はとさかまるだ。よし、じゃあお前の名前はパプリカがいいにしよう。かわいそうだけどね、ごめんな。パプリカも美味しいじゃん。いけた、あ、いけた、やった。ドキドキになったわ。あれ、これもしかしてさ、名前に漢字つけられる？あ、すげえ、名前に漢字つけられるんだ。すげえ、でか。あ、やっぱ凍るよね。あ、凍った、やっぱりね。あ、洞窟。アリストテレスでいいや。よろしくな。あ、モンスターがいっぱい。あ、あの、バニーさん、どうも、こんにちは。いやーね、君、お姉さんをそんな目で見ちゃダメよ。ふぅ、やっほい。こっちからは、あ、バトル大会の説明聞きたいのかしら。いいえ、違うんです。あら、そう、また聞きたくなったらお姉さんのところに来てね。ちゅ、あー、ちゅ、ちゅで、ちゅです。あらあら、ニューフェイスね。ここはモンスターバトル大会の受付よ。大会は8つのクラスに分かれているの。新人さんは一番下の G クラスからね。あ、了解でございます。3人勝ち抜けば優勝よ。バトルが終わると毎回体力が回復するから全力でいきなさい。え、いけんの？え、挑戦する？あ、します。あ、エンドル、あ、了解です。え、じゃあ G クラス、え、いけんの？え、できるの？あ、確かに。あ、 10ゴールド参加料しっかりちゃっかり取ってくな。え、待って、え、待って、モンスターバトルロードもあんの？あ、まあバトル大会、いえ、あ、さあ、このモンスターバトル大会に新たな挑戦者がやってまいりました。あの、どうも、8レベルのモンスターしかいないけど、謎のイケメンマスター、その名はヒュサロだー、イエーイ。いや、このメンツよ、強くなさそう。対する相手は、うん、俺、こちらもルーキー、うん、地元では元気印のお祭り男、うん、ケーボー。なんか X 君みたいな見た目しやがって、おめえ、うわー、やっべ、強そう、チキショ。それでは開けてらんねえぜ、こりゃ。はい、はい、あ、了解です。やるか。あ、うわはは、うわ、うわ、戦闘 BGM すげえ懐かしい。てるてる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 るだよね。てるるるるだ。うわ、夏夏。あれあれ、意外と弱いぞ。所詮おめえはモンスターの名前一匹一匹考えてない雑魚ってことだ。あれ、いけるな、やっちまえ雑魚め。名前の一つでも考えてから出直してくるんだな。やってやったぜ。これがヒュサロの力だ。こいつだ、ヒュサロだ。ゴールデンルーキー来たる。お、会場も騒然としているぞ。本当かな。2回戦の相手は、お、 G クラス界の重鎮、ド回転ポエムダンサー、トメジ。お前 G クラスから抜けられてねえってことじゃねえか、 G クラス界の重鎮って。万年 G クラスの G さんか。いいぜ、万年60年ぐらいずっと G クラスにいるんだろうな。いるでれば全然もうやばい、口が万年いるんだろうね。行くぜ、おめらやっちまえな、めら。よし、燃やせ燃やせ、いいぞいいぞいいぞ、どんどんやっちまえな。命令できないんだね、ここだと。いいよ、よっしゃ、あと2体だ。いいぜいいぜいいぜ。いや、これ8レベルまで上げといてよかったな。かなり楽に倒せるぜ。これ配合とかできないのかな。まだできないのか。魔物の群れをやっつけた。魔物の群れじゃないけどね。相手パーティーで。あ、どうも、第2試合の勝者もヒュサロだ。この展開を誰が予想できただろうか。俺にもできなかったぜ。イケメンルーキー、イケメンって言われちって、最後のイケメンって言われちって。お、皆さん、お待ちかね、宅配マッスルモンスター DJ お肉丸。なんかラジオ番組持ってそうだな、お肉丸。お肉丸の
レジャーラジオレイリオ勝利の女神はどちらのマスターに微笑むのか。お、俺に決まってんだろうが。第三試合ゴーファイファイ。気合入ってんな。うわー、これも懐かしい。ボス戦の音楽だ。うわ、すげえ。BGM ちゃんと残ってたんだね、こうやって。うわ、いいね。うわ。うわ、すげえ、いいな、いいな。ちゃんと残ってる。うわ、懐かしいな。うわ、全部が懐かしい。いいよ、いいよ、いいよ。やっちまえな。お尻で潰したね。やっちまえ。おい、いや、弱い。弱い。レベル上げすぎたか、俺が逆に。やってやったぜ。どうや、これで。どう、あれ、なんかロードが長いな。なんかロードが長い。スライムが、ああ、よかった。右下のスライムが、なんかずっと止まった。やった、ヒューサロー、おめえ、イケメンだな。ってやったぜ。これが俺たちの力だ。なんとなんとなんと、 G クラスを勝ち抜いたのは、お、謎のイケメンマスターだ。イエース、惜しみない拍手をお送りください。あ、どうもどうも、ありがとうございます。どうもどうもどうも。全然表情ピクデリとも動かねえ。さすがイケメンだぜ。あ、条約層、やった。さてさて、バトル大会はしばし休憩タイム。 お次は余興をお楽しみください。余興何やるんだろう。え、余興って何やんの。あ、あれ、え、あれ、奴隷みたいな感じになってない。さあさあ、とくとご覧あれ。本日の見せ物は今朝捕まえたばかりの本物のエルフだよ。うわ、エルフの扱いひどいって言ったけど、こんなんなんだ。ええ、こいつらが泣くと、なんと驚き、目からルビーの涙を流すんだ。うーわ、ちょっとふざけんな。素敵、早く泣かせてみせて。何が素敵だよ、おめえ。クソ野郎。涙を売れば金になるってことか。そいつは笑いが止まんねえな。なんか似た顔知ってんな俺。なんかドラクエ10で似た顔の人知ってるけど、まあ別人だよな。うん、なんかそうなんたらくみたいな。さあさあ、この超貴重なルビーの涙、お買い上げいただく方はいませんか。お前のメガネへし折ってあの子を助けに行くぜ。よし、わしがいただこう。やめとけやめとけ。ありがとうございます。では早速。あれ、どうなんのこれ。あれ、え、これ助けらんねえの。おら、泣け、下等種族めが。おめえの方が下等で。泣かないと、もっとひどい目に遭わせるぞ。うわ、やめてくれ。え、うわ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 、何やってんだよ。うわ、本当にルビーの涙だ。うわ、おお、素晴らしい。これがルビーの涙か。これ人間たちがどんどん嫌いになっちゃうけど、これ大丈夫かな。なんと砕けてしまったぞ。こんなのインチキではないか。あれ、ずっと長持ちしないんじゃないの、あの涙って。あれ、あ、逃げた、よかった。いや逃げろでもありません。お前ら、まずは落ち着いて。お前らの目、節穴か。あれ、おい、あのエルフ逃げたぞ。この会場こんな人いるのに見逃すな。まあ、見逃してくれてよかったけど、今のうちにどんどん遠くへ逃げろ。あれ、ヒュサロ、お前は助けないのかな。あれ、助けられるのかな。あれれれれ、あれ、この後どうなんの。スライムまた硬直したけど、あ、よかった。え、逃がせられるかこれ、はあ、また可愛い女の子だな、はあ、可愛い女の子助けないといけないって俺の中に刻まれた何かがあるからね。もう必死こいて助けるぜ。
うわ、来てやがる来てやがる。うわ、すげえ走り方だね。股関節絶対痛めてるぜあいつ。骨盤歪んでるぜ。くそ、見失ったか。逃げ足の速いエルフだぜ。逃げ足速いだけじゃなくてめちゃくちゃ可愛い女の子だろうが。そんなところに隠れてやがったか。やべやべやべ。ちょ待って、どうすんだよ。え、助けたい助けたい助けたい。いい子だからおとなしくするんだぞ。ヒューサロー、ヒューサロー声。うん、なんだ、どうしたんだ。なんだ、あれ誰かいるのか。あれ、どうしたんだ。あれいいぞ、持ってやれ。焼け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 。ちくしょう、あー、助けてくれ。あ、声がなくなった。あ、そこまで、そこまでやらんでも。あれ、あ、さすがだぜ。あ、今のは、今のはあなたがやったのですか。そうですよ、私がやりました。ちょっとやりすぎたかもしれないなと思ったけど、 息の根を止めなくてもよかったかもしれないけど、ちょっと、うん、まあご愛嬌ってことで。ひどい。え、なんてこと。え、ある、え、違うんですよ。苦しませて、うん、人間だって、え、私たちと同じ生きとし生けるものなのに。いや、これは逆に慈愛を通り越して、ちょっとあんたお人よしだぜ。ちょっと待って、嘘、お前助けたんだろって言ってると思う。あれ、あ、違うの。私の名前ですか。私たち森に暮らす者に7度ありません。あ、じゃあ俺が命名権持ってる感じ。え、名前決められる、もしかして俺名前決めたい。え、俺が名前決められんの、この子の。え、何、どうしたの。え、俺が決められる名前。ローサーリー。あ、なんだ俺が今名前つけたかったのに。嘘。あなたが世話になっている村の名から、うん、それを私の名前に。うん、え、待ってよ、俺に命名権持たせてもらう。ほんといい名前が。おっと、助けてあげられなくてごめんよ、うん、大丈夫。かわいいね君。ええ、うん、心配かけてごめんなさい。な、俺じゃないって俺がやったんじゃなかったんだもの、声かけただけだよ。 あなたのお名前は。ヒューサロです。ただの流れ者さ。不思議なかった。おっと、これはワンチャンあるぜこれはワンチャンあるぜ。やっべー、モテちゃった。僕またモテちゃった。あららららら、どうしよう。あれ、ヒューサロー様ですって。素敵な方って。ほらね、こうやってね、魅力に気づく人はいっぱいいるんだよ。あ、どうしたんだよスラプル。え、なんだね、なんだね。誰か来たのかな。ジーヤかな。あれ、え、なんだ、ドサっつったけど。え、いや、僕はミミだよ、覚えておいてね。身元特定された、怖身元特定された、ま、ロザリーって名前つけたから、まあそうだけど。あれ、嘘、うちまでバレちゃった。住所特定された、怖私は、あ、ロザリーです。なんか、どうも。なんか、ま、なんかさっきまでなんか可愛い子だなと思ってたけど、ここまでされるとちょっと怖くなってきちゃうけど。あれ、シラプル、ロザリー、うん、ってことは君がこの前王子が助けたってエルフ。なんだお前、自慢してたのかヒュサロスラプルに自分の武勇伝聞かせてたのか。はい、うん、助けていただき本当に感謝しています。あ、どうも。お礼に美味しい木の実を持ってきました。あ、ありがとうございます、ご丁寧に。あれ、え、どんな実、どんな実。
え、いちご？ぶどう？あ、え？あ、それスラップル食ったお前。お前食うなよ。俺が食いたい。それで、あの、はい。その、あのサインはまだあの考えてないんで。え、何？え、やばい。でもします。え、だから私をおそばに置いてください。やばい。いや、好意は嬉しい。好意は嬉しいんだけどさ、身元特定すんのやめて。え、怖い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 。いや、いいよ。あ、困ったなって感じだな。確かにまあ可愛い子だからまあ許しちゃおうか。帰れって。お前嘘だろ。お前嘘だろ。え、ヒュサロお前バカか。王子、友達が増えたらきっと楽しいよ。うん、僕はいいと思うな。ま、俺もちょっとさっきまで反対な方ではあったけど、ま、可愛いから許そう。可愛いから許そうぜ。ちょっと怖いよな。わかる。その気持ちはわかる。自分の住所をいきなり特定されたら怖いよな。来ちゃったっつって。怖いけど、そして土足で家に入ってるけど。まあ、お願いします。ここは許してやろう。私、お料理、お洗濯、お掃除、何でも得意です。ね、そこまでする気、何、弟子にでもなろうとしてんのかな。一度は人間に奪われたこの命、うん、どうかあなた様のために使わせてくんなし。くんなし。やばい、なんかあれ、怖い女の人から可愛い女の人になんかなりかけてる。大丈夫かな、俺大丈夫かな、寛容すぎるかな。え、あ、やばい、興奮しすぎてなんか息切れしてるけど、なんか怪しい。え、どうしたの、どうしたの、どうしたの。私ったら、興奮のあまり鉛が、恥ずかしい。やばい。やめてくれ、やめてくれ。俺の心をくすぐらないでくれ。やめてくれ。うん、あ、ほら、やめてくれっつってるよ。ダメなの？うん、村の名前しか教えてくれなかったから一生懸命探したんだよ。お前か元凶。お前だったのか元凶は。ミーミー、お前、人間たちに見つからないように命がけでここまで来たってのに。なんだよ。村の人から聞きました。あなたは己の呪いを解く方法を探しているのですよね。あ、そこまで調べられてんの。呪いを解くのにエルフに勝る種族はいません。あなたの呪いを解く方法も必ず見つけます。あ、そこまで言うんだったらいいんじゃねえか、ヒュサロウ。すごいすごい、うん、王子の呪いを解く方法を見つけてくれるんだって。そうだって、しかもこんな可愛い子だぜ。うん、だからお願いです、どうか私をおそばに置いてくんなし。おそばに置いてくんなし。うん、ね、ちょっと待って、くんなしが可愛い、くんなしが可愛すぎる。え、一旦家選んでみていい？あの、ごめんな。いたな。うん、やだよ。そんな。あ、うん、あ、どうかお願いします。必ず呪いば解いてみせますから。やばい、かわいい。なまりかわいい。もう一回、もう一回、もう一回。ワンマータイム。そんな。うん、どうか。お願いします。必ず呪いば解いてみせますから。あ、やべえ、かわいい。やばい、なやばい、なまりがかわいい。なまりかわいい、いいよ。じゃあなまりかわいいから、なまり要素でうちにいてくれ。ありがとうございます。あ、ここもなまりがよかった。私必ずあなたのお役に立ちます。お役に立ちますの方が好きだったな。うすげえ。どうすんだよ。一つ屋根の下、男子と女子が一緒にいる。そしてスライムと、あ、何、数日後、あ、数日後になっちゃった。あれ数日後。あ、これ俺がボタン押さないと進まない。あ、進んだ。あれ、どうしたの、どうしたの。あれ、なんか元気に走ってるけど。え、なんだなんだ、何、密会？
密会でもしようとしてんのか。ロザリー、どうしたの？どうしたの？何やってんの？人間に見つかりそうなんです。あれ、この村の近くにも人間が。え、この村の近くってか、あの村の人たちも人間でしょうよ。危なかったね、うん、早く村に戻ってあの人に伝えよう。分かった、大丈夫？村だからなんかひどいことになんない？大丈夫かな？てか服変えた方がいいんじゃない？あれ？何この塔？なんだこれ？え？何？君これ建てた？この塔を誰が作ったんこれ？え？数日だよね？え？何これ？え？なんか健康な要塞が。え？すごい。え？うわ、誰作ったのこんな。わかりました。ヒュサル様です。あなたの命令がない限り、私はこの部屋から一歩も外には出ません。まあそうした方がいいよ。でもさ、大きな部屋に大きなベッド一つでなんか寂しくない？なんかテレビでも置いてあげようぜ。だけど、私とても幸せです。ここであなたと一緒に過ごせるんですから。なんかなんか大きな期待をされてる気がする。ごめんな、期待には添えねえ。シュサロはそういうやつなんだ。パルパル、大丈夫。そうだそうだ、僕もいるから寂しくないよ。そうだぞそうね、みんないるから。あれ、これからもずっとロザリーはあなたのおそばにいます。なんかさ、ごめんね、こうやってあのまっすぐに好意を向けられるとこう、俺好きになっちゃうじゃん。やめてくれ。ダメだってば、これ以上は、これ以上は法を犯せねえんだわ。堀面いっぱい来ちゃうから。